どうも、ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、三が日も終わりましたけども、お正月ということで大鍋企画を連続でやっていこうかなと思います。で、おとといの動画が大きいボウルをね使った春雨サラダを作ったんですけど、今回はこっちの寸胴鍋を使ってあるものを作っていきます。もう今日から仕事の人もいるのかもしれないんですけど、ぜひお時間のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。はい、ということで、もう寸胴がマジで小さく感じておりますが、今回はちょっとお正月といえば何かなと思って、お雑煮とか筑前煮とかね、両方どっちもね過去に辻チャンネルでやっちゃってるので、ちょっと変えてみようかなと思って。私もあんまり作ったことないんだけど、すいとんなんですけど、そう、この寸胴ですいとんを作っていこうかなと思います。なので、すいとん、野菜を切る、そしてすいとんって、すいとんってあれをすいとんって呼ぶの、すいとんを、まあ、練って作るみたいなところからいきたいと思います。はい、材料は、はい、こちらとなっております。これを全部切っていこうかなと思っておりますね。いただいたらおいで、これ取っといてあげる。終わっちゃう、終わんない。まず見てよ、あんなにいっぱいあんの。多いでしょ、多いんでしょ、宿題が。じゃあ、なおさらじゃない。なんか思う、ね、終わっちゃう。じゃあやる、ちゃんとこれやった後に宿題ぐずぐず言わないでやる、うん、絶対だね、約束する。もう YouTube も見ないでやるんだよ、うん、やってもいいけど。ほんでさ、終わんないだの、量が多いだのってさ、ぐずぐず泣くの本当にやめてくれる、うん、約束だよ。どこやってもらおうかな。半分、この大根でかいな。ちょっと待って、皮むくから、これ皮むくとこから。ピーラーください。とっちゃんエプロン、はい、とっちゃんがパセリのエプロンを着てます。いいじゃん、ウェディングドレスになっちゃった。いいじゃん、いいじゃん。薄めの斜めでいきます。ちなみに本日こちらの水豚を取っておりますが、動画的には3本目です。手前から上に人形の味にして、ここからは長くして半分にして。え、はい、じいさん、もう一回、はい、もう一回じいちゃんに教えてあげて。なんだって。だからこの辺も、この辺は、この辺まで切って、はい、あ、そんな下なんだ。主婦歴中16年なんだけど、はい、ここを切って、ここは輪切りにして、ここを半分にして、あとは胃腸。あ、胃腸ね。胃腸ってさ、これじゃないの。すごいちっちゃい。ちっちゃいと胃腸じゃないらしいです。ちっちゃい胃腸でいいんだよ。だから、いや、そうだけど、これじゃ小さすぎだ。あとは胃腸。はい。はい、監督。だから、人参の太さを見て。はい。ありがとうございます、監督。頑張ります、監督。はいよ。いや、そっちも上手じゃん。さあ、切ったらここ入れてって。これ、行こうとしてやる。で、あとなんだ？あ、でも切るものはもう意外とないじゃん。ネギと豚バラの。じゃあ私こねます、はい、ついにこねます。レコ持ったよ。はい、業務終了。ありがとうございます。何あれ、とりあえずお肉ください。お肉、肉を炒めていきますが、で、肉を切ったら鍋に入れて炒めていくよ。もうどんどんいくよ、もうどんどん。なんなら肉少なめかもしれん。少ないかもね。どう切るの？どう切るの？広げて、肉を広げて、センチずつぐらいに切る。なみたいに巻く？
いや、わかんない、巻いてないよ、巻いてないよ、その。こうも。いいや、巻いちゃっていい。おせんじってどんぐらいだ。感覚俺に一本目ぐらい。こんぐらい。うん。豚肉おろし。とりあえずこんな感じで材料を全部切り終えましたので、あちらさんに入れていきます。炒めます。はい、炒めていきます。肉、これに対しての肉がちょっと少ない。少ないね。少ない気がするけど、まあ、足りなかったら追加しよう。人参入れます。大根入れます。いい量だよ。こんにゃく入れます。ごぼう入れます。応援してんの。いや、あのね、その拍手がもうあんのよ、ここに。長ネギ入れます。いいよいいよ。とりあえず入ったよ、全部入りました。これがマザラントです。マザラントよ。あ、ちょっと待って、すごいな。そっちゃん切れてない。切れてない。そっちゃん、大根さん切れてない。大根さんが切れてないのよ。いやいや待って、思ったのよ今さ、入ったっつって喜んでんだけどさ、水筒の余地がない。確かに。水筒の入るただの豚汁。前見たよって言われるよ。待ってよ、いけるか。ちょっと待てよ。言うても水筒なので、こちらとこちらを混ぜて水筒を作ります。待てよ、一回もう水入れてっちゃおうか。ダメ、はい、ない、ダメな、はい。やべえな。はい、ということで水豚の味だしは金の旨味だしを贅沢に使っていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これワンちゃんこれだけでいける説あるんだけど、これにちょっと醤油入れていけたら最高に美味しいものができると思われます。もうこれで煮るしかない、煮るなり焼くなり。こちらの旨味、はい、こちらの金の旨味だし、これマジでお正月最高に使えるよ。こちら普通に今は豚汁ですね。完全に完全に今は豚汁という状態になってしまってるんですが、次はメインですね。水筒を作ります。私もいっちゃんも水筒は作ったことはありません。ございません。いや、私はね1回か2回なんかやったことある気がする。あとはちっちゃい時になんか手伝いっていうか、パパがやってる時にやりたいって言ってやった記憶があるぐらいで、マジで覚えてない。やり方は割合ってどうなの？とりあえず半分ぐらい。小麦粉に対して片栗に。小麦粉じゃあこれがもういい？いくよ。3だね、これが。はい、これが3として。今小麦粉3入りましたんで、片栗に入れます。片栗が2。片栗2。
2。大変です。3対3入りました。3対3。はい、見てください、この綺麗な3対3、綺麗な3対3になっております。あれ3対3でしたっけ。そういう時は1足せばいいんです。おお、起点が効いております。2024点が効いております。あまり考えすぎずにいきましょう。いきますか。ただ水筒の正解が分かんない、硬さとか。あのでもトロトロしてたよ。すごい多くない、すごい多くないこれ。大丈夫かな。もうパンパンだよ。もう鍋はパンパンだよ。とりあえず行ってみるか。辻の髪の水筒でいいんです。辻の髪の水体。水体。やめて。もうやめて。どう。いいよ。え、本当？注意すぎた説ない。だって見て、こんなにトロトロなんだよ。本当？液体でいいの水豚って。いや液体じゃダメ。え、液体だよ。粉を入れればいいんだよ。粉を入れます。あ、いいんじゃない。いけてる、いけてるかも。いけてる。いけてる、いけてる、いけてる。できた。よし、水豚。水筒を、なんだって？スプーン。はい。あー、やだ。逆。絶対逆。せーの。うーん。うおー。オッケー。いくよ。はい。浮いてきたら OK 的な感じじゃない？そうかも。一緒にやんない？ゆるい？もうちょっと硬い方がいい。ういちょっと絶対ダメ。下手かもしれん。ゆるいんかな。これ多分2人でやっていかないと明日になる、量的に。ほい。下手くそ。マジ？下手じゃないそれ。むず。正解がわからん。浮いてったやつはちょっと水とかにつける、氷水につける的なことはない。くっついちゃわない。だってここで氷水の方がいいか。白玉感覚でいくけど、うんうん、水に。これめっちゃ綺麗。おお。はい、ということでただいまですね、水筒の水筒が永遠続くんですね。永遠続いちゃってて、で今もう5時半なんだけど、もう1本行かなきゃいけないのよ。もう1本その大鍋的なものをやる予定なので、ちょっと水筒の水筒は今いっちゃんに任せて、私は動画の撮影を始めていこうかなと思っております。なのでちょっと水筒はいっちゃんとそっちゃんにとってきましたので、水豚のスープの方はまだ全然火が通んなくて、全然多分まだまだな感じだから、次の動画に行きたいと思います。なので次の動画はエプロンを変えます。では水豚はいっちゃんにお任せします。また後ほど水豚がちゃんと水豚となった時に動画を回したいと思います。さあ、ということで水豚もうこちら火が通りましたが、しかし味噌派と醤油派がまさかのいましてですね、味噌と醤油で分けようかと思います。なのでみっちゃんお願いします。はい、いきます。うちのお玉で、お玉でお玉で振り分けお願いいたします。そして気づけば水豚水吸いました。水を吸いました。うちの水豚さん、嘘だろう、嘘だろう。これでも吸ってもどうなの。いや、いけるいけるいける。これもいっちゃっていい。水豚もういきます。水豚、はい、半々で。はいはい、水豚。多くね。でも
はい、OK。水筒行きました。うまいぞ。どう？ちゃんの味噌の溶き方がマジで下手すぎて。スプーンだからやりやすいんだよ、本当。わかんないよ。いいよいいよ、いいちゃん今日疲れてるから。そう、疲れてるの。じゃあ疲れてるからもうしょうがない。そうなの。うん、ごめんごめん。でも美味しいよ、めちゃくちゃ美味しいよ。ちょっと私はここにみりん入れたい。蜂蜜のみりん入れたいの私。え、なになになに、蜂蜜、蜂蜜入れんの？なんかブランドの蜂蜜入れる。私味噌汁に蜂蜜入れる。え、いちゃん、つみちゃんでは見てないの？ちょっとまあ見てないな。最初の方もつみちゃんで、最初のすぐに見ます。見てないの？すぐに見ます。でもやめて、でもやめて、最初の方見ないで。どうもってやってるから。どうも、ついちゃんことついのぞみです。めっちゃ頑張ってるやつ。めっちゃ頑張ってる、うん、うまい、うまいです。すいとん、すいとん食べる人。すい、完璧です。ちょっともう完成形取れなかったけど、醤油と味噌のすいとんができました。もうみんなに配り終わって大鍋2つ分でございます。今のところ醤油と味噌の人気は半々です。緑がないから俺がいらんよポトフみたいになった。急にポトフみたいになった。醤油と味噌、醤油と味噌でございます。完璧だよ。緑を足しました。緑って素敵ね。待ってます、後ろ映してください。後ろで。どっちですか？どっちですか？選べ放題。醤油で。醤油？まあ、さっき味噌か。うん、さっき味噌いただいた。水筒の頑張りの。あれ？いる？いる、いると思う。水筒入ってなかったらさ。いやもう入ってなくてもいい。でもさ、ただのさ汁になっちゃうから。次はカレーだよ。カレー。カレーで途中で辛口と甘口が作れる。逆にシチューとカレーもいける。確かに。行きましょう。2024。いろいろ作ってみましょう。はい、ということで醤油と味噌を今回水豚で作りましたが、私は味噌派なので味噌をいただきます。でもみんな味噌も醤油も食べてくれました。どっちも食べてくれた。ちゃんとできたね。私もいいやつだ、うん、ちょいちょい一旦もんめんがいる。うん、これこれちゃんとできてる。分量測ったの？測ってない。全く。おい。うん。マジで全くだよね。ガボったの。完璧。うん。一番美味しいよ。うまっ。ちなみに、水筒、今日が1月5日にこの動画がね、アップされてますが、今撮り終えまして、全部終わって、今やっと私といっちゃんとバッシーがご飯にありつけたんですけど、ただいまの時刻、8時20分となっております。お疲れ。これでさ、ビール飲めたらあれなんだろうね。ああ、だよね。ビールが飲める人だったら、ここで、ふはーってなるんだと思う。飲んでみる？ビール、ちょっと。飲んでみよう、うん、飲んでみる。ビールといえばこれじゃん。でもさ、辛口って書いたんだよ。いや、うまいんだよ。え、これ甘口やん。甘口、これが一応そう、アサヒスーパードラはよく見るじゃん。え、酒が好きな人は辛口が好きなの、うん、これの甘口はあんの？ない、だいたい辛口じゃない。ビールは、うん、でもアサヒスーパードラだけ辛口って書いてある。乾杯しよう。乾杯しましょう。ちょっとうちらにはちょっとこれはハードルが高かったので、キリンレモンで乾杯。キリンレモンで乾杯しよう。これはちょっと飲める人のために取ったもこみちが、うわ、炭酸全飛びでしょ。はい、キリンレモンで乾杯しよう。はい、2024年3本目、お疲れ様です。お疲れ様です。今年もよろしくお願いします。マジでキリンレモンがいい。これで酔えそう。いや酔えそう、マジ酔えそう。
とりあえず今回はこんな感じで水豚を2種類作ってみました。すごく美味しくできました。水豚ってなかなか作る機会ないけど、この動画見て水豚っていうね、多分ね思い出す人多いと思うので、もしかしたら関西の人知らないかもわかんないんだけど、東京だけなのかちょっと今日ターくんがいないからわかんないんですけど、水豚マジで本当に冬に食べるのがマジでおすすめだから、ぜひ皆さん作って食べてみてください。私は味噌がおすすめですけど、バッシーは醤油がおすすめだそうです。はい、はい、ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュ、そしてマジで本当に今日はねこのね骨盤ベルトあって、マジでこの何時間、もう8時間ぐらい立ちっぱなしだったんですけど、できたかなと思っております。なのでぜひ骨盤痛いよって方はね、骨盤ベルトをチェックしてみてください。はい、ということでまた動画がありますので、ぜひそちらも楽しみにお待ちください。はい、ということでまだまだ正月休み、おゆっくり、明日からお仕事の人は頑張ってください。ということでまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。